日本で開催される唯一のフィギュアスケートの国際大会 NHK 杯がいよいよ今週の金曜日28日に開幕します。今日はその見どころをご紹介していきます。スタジオにはトリノオリンピックの金メダリスト荒川静香さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いよいよですね、 NHK 杯が始まりますね。楽しみですね。はい、 NHK 杯は6戦あるグランプリシリーズの最終戦に当たりますので、はい、各選手とも今シーズンの演技の修正、そしてより完成度の高いものを見せてきますので、そこに見応えが出ますね、はい、なるほどね、はい、ただ日本男子のですね、エースの高橋大輔選手、練習中に右の膝を痛めてしまって欠場してしまう、はい、ちょっと残念ですね。そうですね、ただこれがオリンピックシーズンではなかったということを、はい、また不幸中の幸いと思って今後に期待したいですね。まだ本番はね、1年3ヶ月後バンクーバーですからね、はい、そこまで、ね、しっかり直してもらって、はいはい、さあそれでは今回の NHK 杯のまず注目ご覧いただこうと思うんですが、なんといってもやはりですね、男女のシングルだと思うんですが、女子のシングル注目はこの2人、はい、今年3月の世界選手権のチャンピオンですね、浅田真央選手、そして3年前の NHK 杯を制した中野ゆかり選手です。さあまず浅田選手なんですが、先週のフランス大会で2位でした。荒川さん、その浅田選手ちょっとねミスが目立ったかなという感じはしたんですが、どうでした。そうですね、はい、やはり今シーズンは世界チャンピオンとして臨むシーズンになりますので、うん、そういった面でもプレッシャーはあったと思いますし、はい、やはり新しいプログラム構成にもまだちょっと慣れていないのかなっていう感じを受けました。なるほど。世界女王としてですね、臨んだフランス大会だったんですけれども、得意のジャンプにちょっと精彩を欠いたかなという印象だったんですが、そうですね、これは失敗してしまったサルコージャンプなんですけれども、実は浅田選手は苦手なこのサルコージャンプを今シーズンあえて取り入れてきたということで、これはバンクーバーオリンピックを見据えてのチャレンジになったのかなというふうに思いますね。ただ練習を見る限りではジャンプ力も上がっていますし、しっかりとトレーニングされてきたのかなというふうに感じました。ああ、そうですか。ですのでこのプログラム構成に慣れてきたら今シーズンまたどんどん良くなっていくと思いますよね。そしてこのステップどうでしょうか。そうですね、これまでよりさらに体を大きく使って動いているっていう印象を受けました。ですので表現力を身につけて着実にレベルアップをしてきているのかなというふうに印象を受けました。これもね、レベル4のうちのレベル3をもらいましたからね、はい、非常に見応えするステップですね。そうですね、ということはやはり世界上のですね、実績そして自信持ってますからね、この演技には期待したいですね。そうですね、やはり着実にレベルアップしているなっていうのを感じます。なるほど、はい、さあそのちょっと大丈夫かなという心配なのがジャンプなんですけれども、これどう立て直していけばいいですかね、はい、そうですね、フランス大会からまだ NHK 杯までには2週間ありますので、はい、しっかりと体を休めてジャンプをしっかり練習して自信を持って大会に入れれば問題ないのかなというふうにも思います。問題ない、はい、そうですか、はい、さあ今度は3年前のチャンピオンの中野ゆかり選手なんですけれども、はい、中野選手にはどんな期待されてますか。そうですね、やはり演技に安定感も増していますし、はい、表現力もよりレベルアップしていますので、着実に彼女もレベルアップしているなというふうに感じました。表現力も身についてきた、はい、10月の、ね、アメリカ大会、これ初戦ですけれどもグランプリシーズン2位に入りました、はい、本当に安定感がありましたね。そうですね、練習では調子としては決して良くなかったと思うんですけれども、演技をきっちりとまとめられたことでこれは自信にもなったと思います。そして何よりこの表情を見ていただきたいんですけれども、はい、今年からバレーの練習にも取り組んできまして、で去年までとはまた違ったバリエーションの表情を出すようになってきましたので、はい、音楽のストーリーをより内面から感じられるようになってきましたよね。なるほど、表現力、あ、これバレのステップですね。そうですね、でまたこういった表情も柔らかい表情が非常に印象的でしたので、うん、調子も上がってきたということで NHK 杯も期待大なのではないでしょうか。もともとトリプルアクセル飛んでジャンプには定評のある選手でしたけれども、表現力にもこう磨きがかかってきたと。そうですね、なるほどね、はい、浅田選手そして中野選手ともにグランプリシリーズ初戦2位でしたから、はい、この NHK 杯はぜひ表彰台に乗ってほしいですね。そうですね、ただこの2選手はNHK 杯優勝経験者ですし、 そうなんです。それに加えて今シーズン鈴木亜希子選手、はい、調子もいいですから、もしかしたら日本人が表彰台独占なんてことも見られるかもしれませんね。2年前の大会では、ね、男女ともに表彰台を、ね、独占しましたよね。そうですね、あの時は気持ちよかったですからね、はい、もう一度再現なればと、はい、はい、いう NHK 杯です。さあでは続いて男子いきましょう。男子シングル注目はこの人です、はい、
3年前のねこの大会のチャンピオンですね、織田信成選手、飲酒運転での謹慎が解けて NHK 杯が本格的な復帰戦となります。そして世界選手権銅メダリストのアメリカのジョニー・ウィアー選手、荒川さん、やはり織田選手どの程度こう復活しているのかというのが注目ですよね。そうですね、やはり試合に出られなくて溜まっていた気持ちもあると思いますので、試合に滑れる喜びというのをかみしめて、演技を期待したいと思いますけどね。はい、織田選手といいますとね、このジャンプが、ね、一つ持ち味にしてて、今月上旬の西日本選手権で優勝しました。これ試合前の練習では4回転成功してるんですね。はい、そうですね、練習ではこの4回転も成功していますけれども、試合ではまだ成功していないということですので、この NHK 杯で決めてまたさらなる自信をつけて、織田選手の4回転にも注目していただきたいですね。はい、さあ、そしてもうね、女性ファンに大人気ですよ、ジョニー・ウィアー選手。はい、アメリカ大会では小塚選手に次いで2位でした。はい、このウィアー選手は男子としては珍しく、しなやかさと力強さを持ち合わせた選手ですので、はい、そういった演技にも注目ですね。そしてフリーの演技にはこの4回転ジャンプを取り入れていますので、成功させられるかどうかが勝負の見どころになってくると思います。ちょっとこれは失敗しましたかね。そうですね、やはりこれは男子は4回転ジャンプというのがポイントになってきそうですね。はい、4回転の時代になってきました。ね、本当に2人とも優勝経験ありますから、ハイレベルな戦いみたいですね。そうですね。そして織田選手、ウィアー選手以外にもですね、注目の選手、はい、挙げてみました。18歳の村隆仁選手、それから南里康原選手。はい、村選手は NHK 杯がシニアのデビュー戦となりますので、得意のジャンプ、特にトリプルアクセルには注目していただきたいですね。美しいんですね。はい、そして南里選手もこのチャンスを最大限に生かして、やはり上位を狙っていってほしいなと思います。はい、ね、去年も出てますからね、はい、今年はという思いはあるはずですよね。そうですね。はい、さあ、それでは NHK 杯フィギュア日程をご覧いただきますが、11月の28日金曜日から30日の日曜日まで行われます。そして荒川静香さんにも解説をお願いしておりますが、はい、意気込みを一つお願いできますか。はい、やはりテレビの前の方々にも楽しくフィギュアスケートを、そして分かりやすく見られるように頑張って解説していきたいと思います。はい、ぜひ、3日間よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、荒川静香さんとお伝えしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。以上、フィギュアスケートでした。